これより、浮遊所の圧、開封の儀を行います。よかった、無事に買えたんだね。どこも品切れだから心配したよ。ええ、予約戦争には大敗したので、日付変更と同時に争奪戦に向かいました。下僕が、下僕残念ながら、下僕は今回の争奪戦で戦死しましたが、その手にはしっかりと、浮遊所の圧のパックが握られていました。最近のポケカって死人が出るんだ。広島では、大学生を暴行し、買ったばかりのポケカ一箱を強奪する事件もあったそうですよ。世も末だ。ということで今回は、下僕がコンビニを巡り、命がけでかき集めた魂の10パックを開封していきます。ええ、たった10パック。なんてか細い魂なんだ。購入制限がありましたからね、田舎でこれで精一杯です。ただ、今回私たちの狙いは、Sレアやスペシャルアートといった大物ではありません。欲しいカードはたったの1枚、ノーマルカードのメロエッタ。それ以外は何も望みません。だから、お願いですから出てください。メロエッタがポケカになるのは、本当に久々だもんね。そうなんです。ボイスフォルムのカードなんて、3年前のフェアリーライズが最後。3年もの間、この日だけをずっと待ち焦がれてきたのです。あ、パワータブレット、これは当たりなんじゃない？いいえ、メロエッタが手元にないのなら、どんなカードが出たって意味がありません。メロエッタ以外でのカードでいちいち、一気一流なんてしていられませんわ。いや、フュージョンエネルギー当たってめっちゃ喜んでるじゃん。残り当たったの4パック。もはや後がありません。先ほども言った通り、肝心要のメロエッタがいなければ、どんなカードだって無意味。せっかく当たったパワータブレットだって、ただの砂糖菓子になり下がるんですのよ。ボリボリボリ。ああ、あまりの緊張感におかしくなっちゃった。いや、もう見てられませんわ。もしもこれでメロエッタが当たらなかったら、プロアクションリプレイで大爆発を覚えた後、私の命と引き換えに、この地球ごと弾け飛ばしてやるんだから。謎に地球の危機なんだけど、残るはラスト1パック。ここでメロエッタを引き当てれば、誰も不幸にならずに終われる。おーおー、頼む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 。やってられっかよこんなものー。待って待って本当に。